どうも、すみファクトリーです。今日は、テスト勉強について話していきたいと思います。専門時代の時のテスト勉強法だったんですが、まずはですね、ポイントがありまして、ポイントはこの白い紙にひたすら青とピンクの、私の場合ですが赤とピンクの、ピンクと青のペンで、こんな感じでまとめていきました。こんな感じで赤と青のペンで分かりやすくまとめてテスト勉強のオリジナルノートを作ってきました。そしてこのテストノートを作ったら、ひたすらその学校の通学路から、職場までの道のり、夜間の学校に行ってたので、朝は職場まで電車の中、バスの中でいろいろこう書いたものを読みながら学校、職場に行ってました。で、職場の休憩中にもこのプリントを持ってきて、こうギリギリまで勉強してっていう形で生活3年間してきました。はい。で、学校テスト勉強も、学校テストの週の学校ある日は必ずこれ、学校仕事が終わってから学校に行くまでの間の電車の中、バスの中でひたすらに見返して行ってましたね。はい。ギリギリまで全部粘ってやってました。で、3年間この生活だったんですが、実は3年間とも、ティア付けのノート作りをやって、次の日の朝くらいまで、明け方ぐらいまでかかってやってましたかね。はい。明け方ぐらいまでずっと書いて、ちょっと仮眠を取って、もうそのまま仕事に行くって感じだったんで、ほとんどなんか勉強仕事みたいな、そんな感じの生活があったんですが、まあ今となってはいい思い出かなと思います。未だにすごい不思議に思うのが、よくもまあこんなちっちゃい字でちまちまと書いていたなっていう感じの、書いてある字よりももっとちっちゃい字で、こんな、しかもすごい丁寧に書いてある、してるんだって感じで、なので、保育園で仕事をさせてもらいながら学校に行ってたんですが、保育園お昼寝があるじゃないですか。その昼寝の時間はもう寝かしつけの時に自分クンクンクンしながら、はい。でもなんとか頑張ろうっていう気力でやってました。今もそれは変わりません。なんか気力でやっていこうじゃないかみたいな、そんなノリでお昼寝の時間を過ごしてます。ご飯食べた後なんで眠気がすごいんですよね。子供のトントン寝かしつけもいい感じで暗くなってる環境なので、どうしても大人も眠くなっちゃうぐらい辛い環境で、でも勉強してたし、家から職場までの距離も勉強で、職場から学校まで行く道のりでも勉強っていう感じですね。家帰ってもご飯食べてお風呂入って、さあ寝ようじゃなくて、さあやろう朝までみたいな、そんな感じのノリでノートを一生懸命読み返しながら、見返しながら文章を立てて答えを入れて、わーっとやってきました。はい。そのおかげで赤点ゼロです。赤点ゼロじゃないか、ゼロじゃないです、唯一引っかかったのが憲法。これは全然いけるだろうっていう余裕で言ったら、見事に赤点でしたよね。はい。半分も取れてないっていう最悪な状況の点数でした。唯一落としたのが憲法だけで、1教科落として追試になったんですが、それはもうなんとか乗り越え、友達に力を借りて乗り越えました。はい。そこから 1教科落としたっていうのだけ悔しくて、そこからもう勉強、もう負けてたまるかっていう感じですね。負けず嫌いなんで、はい、一生
懸命やりました、はい、でその間にもなんか昔の話になっちゃうんですけど、レンジャーっていうものもあったり存在して、なんか学校の行事を盛り上げようじゃないかみたいな、そんな感じのノリの行事の係担当みたいなのも率先してやりました、はい、音響やったり照明やったり、まあ、いろいろ楽しくやらせていただきました。はい、まあ専門の最後3年の時にはゼミ長をやらせていただいて、はい、とってもいい経験をしました。ゼミ合宿も行って花火やってみたい なんかバーベキューもして、芝生のソリで遊んでみたいな、すごい楽しい充実した3年間の締めくくりをして終わりました。はい、とってもとっても楽しい専門学校生活でした。というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、すみファクトリーでした。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントもどんどんしていってください。お待ちしてます。じゃあねー。